こんにちは、アビハイヤーのとこいと申します、えー。私たちはアニメ、ゲーム、漫画業界発展のために、ラクジョブという求人媒体の運営をしている会社です。えっと、私たちがやっているラクジョブなんですけれども、一応、まあ、あの媒体掲載という形をとっていて、えーまあ、ちょっと一個今日考えたいのは、あの媒体掲載で個人材を取ろうってすること自体はあのどうなんだろうということなんですねあの、まあ。アニメ、ゲーム、漫画業界の,あの会社の方って、えー、やっぱりその、 知り合いのつてでこう人材を探したり仕事を探したりっていうことがすごく多い業界だと思うんですけれどもあのそういう中でこうわざと媒体に載せるっていうのはあのー、でこれ媒体掲載っていうのはあのー、お金払っても取れないこともあるわけですよね。 うん、あの掲載期間というのが決まっていてそこを過ぎたらもうあの取れないということもあるわけなんですけど、まあ、それでその落書部っていうのはあの人材を、あのー、人材面でその困,困ってほしくないという思いでやってるメディアなのであの掲載期間があの半年。 っってていうことでで決まってるんですよねあの半年が最短になっているんですけれどもあのそれっていうのもやっぱりあの掲載したけれども取れなかったっていうことをできるだけなくしたいっていうことでやっておりまして、えー、それからいろいろな、えー、アフターサポートっていうのも充実していますし、えーまあ、人材の面で不安を感じてほしくないっていう気持ちでやっているので、えー、まあ,まあこう知り合いの会社とかで見つからなかったって 人材がなかなか当てがないっていう場合は是非兵士ジョブにお問い合わせください。